うもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、イルマ基地カレー。はい、と来ました。はい、イルマ基地カレービーフカレー。はぁ、イルマにもやっぱあるんですね。ね、カレー、航空自衛隊にもカレーがあるんですね。空にもあるんですね。まあ海にもあるからかな。だから初めての空ですよ。狭山茶入り、狭山茶入りだそうです。え、お茶入ってんだ。緑ですか。うん、前にあの京都のね、なんかいいとこのお茶屋さんの、え、抹茶カレーっていうのも食べましたけれど、あー、食った。あれやばい、ね、めっちゃすごかったよね。緑がね、とんでもなく抹茶の、いい香りのカレーだったけども、埼玉もお茶どころみたいな感じなんですか。あー、ちょっとイメージではね、静岡みたいなところもあるけども、ね、入間基地が、所在する埼玉県入間市、日本三大銘茶なんだって。あー、へえ。狭山火入れと呼ばれる独特の強い火入れ法で仕上げたお茶を入れていると。埼玉の人は知ってるんですかね、狭山ビール。え、狭山、おじいちゃん狭山ビールできるよっつって。すげえ、代々言ってたわけ。強火だよってだけか。いやいやいや、もちろん技術は入ってる。でも、まあ、強火にしただけがいいっていう。全開にするだけだよっつって。いやいや、それはそんなことはない。埼玉の人は狭山ビールなって言うんだろうな、うん。入ってるものは野菜、玉ねぎ、じゃがいも、人参、牛肉、小麦、ラード、チャツネ、カレー粉、リンゴピューレ、ボンドボー、ブイヨン、そして、緑茶粉末です。これです。わ、これは興味深いです。そしてこのね、航空自衛隊っぽいこのデジタル迷彩みたいな、うん、あー、そう、これかっこいいね。かっこいいね、これ、うん、特色がありますね。なるほど、じゃあ開けていきましょう。開封用意、開封バカリンチョ、引き抜き用意、引き抜きまあ、そうだよな。これは、まあ、これはシンプルに。そうだよな。じゃあ、温めていきます。温め終わりました。米準備。はい、いつものです。はい、よーいと。はい、周りにこれを、せーの、あーげ。おーい、いいね。これ結構やってる人は、いたね。ツイッターでたまに見かけましたよ。あ、そうだ。視聴者の方が視聴者の方がこれやってくれてるんだよ。そうそう、うん、これだと確かに容器もいらないしね、うんうん、ああ、そうだ、こぼれないしね、うん、こちらに、うん、狭間茶入り、いや、狭山じゃね、狭山、うん、すいません、狭間って地元ですわ。あ、だから出ちゃう。狭山茶入り、はい、開封用意、開封。ちょっとね、今狭山ビールで温めてきたんだね、俺が。うん、ね、え、強火ってことですか。強火で、狭山ビールです。今中トンチカレーダンチャーク、今、おい、おー、緑ではない。お、今回、ああ、やばい、今までビッタンコだったのに。怖い、怖いよ。あともうちょっとこれ来たらやばい。あ、ピタリピタリピタリ。あ、おお、ここはやばい、危ない。ここが決壊寸前だ。さあ、食べよう。うん、はい、こちらが入間基地カレー。うん、はあ、なんか色濃い気がします。いい湯気上がってる、うん、ただこれさ、いい湯気上がってんねえ、いい湯気上がってんねえ、はい、入間も基地もいい湯気上がってんねえ。ちょっと待ってください、うん、ちょっとだけより危なくなってきた。進んできている。緑ではないんだね。ないね、さすがにね。ああ、うまそうです。さあ、こちらいただいていきます。いただきます。量も多い気がします。今日なんかね、ちょっとレトルトの量が多かったのかな。このお米はね、ドンキで買いました。はい、ドンキホーテだそうです。なんでそこ必要なの。いや、なかった。うん、うまそう。いただきます。うーん、中辛って感じですね。まあ、中辛って書いてましたけど、中辛、うん、うん、結構玉ねぎでかいですね。レトルトにしてはすげえシャキシャキしてる。なんかいつもねっとりした感じだもんね。なんか溶けたみたいな、じゃがいもですね。あ、結構じゃがいもでかいんだね。じゃがいもでかいね。なるほど。これが肉かな。埼玉のカレーってあんまね、食べたことはあんまないかもね。ない。埼玉にカレーがね、うん、そういうふうに文化として、文化でがあるとはね、うん、きちいね。お茶を入れるっていうのはやっぱりあんのかもしれないね。お茶感入ってるな。怪しいぞ、これは。これは怪しい。入ってなさそうな顔して入ってるって言ってる気がするんだけど。茶畑見えるの畑の色してるな。畑の色してる、うん、うん、そりゃそうだ、全部だ。そりゃ辻だもん、うん、辻の色してる。なんかでも、うん、深みがある気がしますよ。やっぱカレーっていろいろ入ってた方がこう複雑な方がいいもんね。うん、
なんか味がいつも悩ましてくれるいつも俺を悩ませる何が入ってこの味なんだみたいな、そこまで辛くなくまろやかな感じがしますね。ほう、どうですか、実家のカレーのようなタイプですか。どんな実家タイプ。実家タイプ。実家タイプ。なるほど、家庭的なんだ。家庭的な味。人参も入ってじゃないですか。はいはい、人参も入ってますよ、はい。じゃあだいぶいじっちゃって、本当に本当いっぱいあさってめっちゃあさりにあさって、あーお肉、お、まあまあ分厚いの、うん、うんうん、ビーフうまい。自衛隊のカレーって結構家庭的なの多いよね。うん、ちょっと、うん、普通の一般的なカレーより濃い感じもしますね。ほう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 、うん、うまいっすよ。どうも狭山でお茶に火入れしております貝原雄山小野寺でございます。火入れだけか、家元ですからね。はい、あ、そんなんあんの。はい、お茶を出している家元でやっております。なかったらどうするありますよね、茶道の家元っていうのがありますからね。じゃあいただきますよ、はい、いや、いい感じです、はい、いい感じ、いい感じ、いい感じにいじられてます。いい感じにいじられてるニュースプーンで今日はね、いただきたいと思いますよ、はいはい。玉ねぎがね、こう結構ね、ゴロゴロとしてこう形が残っている、はいはい、これは結構ね、珍しい、うんうん、この牛肉とともにじゃあ、はい、いただきます。うん、うめえ、うん、うめえ。どうですか、家庭ですか。家庭家庭家庭これ、うん、あのいつもみたいにスパイスがバーンときて辛いっていうタイプではない、うんうん、このこう甘く丸く家庭の味、うんうん、そしてこのじゃがいも、お母さんが作ったかのような。ほんとじゃがいもここまで結構でかいのはあんまないんじゃない、うん、大きいね、うん、じゃがいも大きくてこう程よくスパイスがあって最後にこう辛さが来るという感じで、うん、ですね。もうシンプルに、じゃがいもと人参と牛肉のカレー、牛肉ね、でなんですけど、うん、やっぱりこれちょっとお茶入ってるから、うん、後味がなんていうの、こう葉っぱの青い葉っぱの香りがする。そうなの。本当？あのね、今食べ終わってからしばらく経って今来てる。お茶を飲んだ後のような。ね、一見食べてさ、うん、普通にこう、あ、普通に美味しいカレーだなって思うじゃん、うん。後味が違う。ちょっと茶っぽいよね。そう、後味がお茶なの、うん、ほんのり。そこすごいね。だからこれならね、安心ですよね、本当に。これはカレー食べてきたって言われずにね。言われずに。カレー食べたい、カレー食べてきたみたいな言われることあるじゃん。うん。いや違うよと、うん。お茶飲んだんだよと。ぐらいの。ややこしい。これはいい。ほんのりね、後味がね、お茶で、すっきりする。うん。ほんとあの、カレー食べてお茶飲んでる感じ。うん、あの、最後。うん。これ、新しいですね、この味は。そうです。食った時には感じないのに、後から、うん。お茶がいる。いるの。いる。何これ、すごいな。これ、体にもいいでしょうね。お茶も入ってるしね。お茶嫌いの人とかね。うん。子供がお茶とか、俺、子供の頃はもうお茶好きじゃなかった。気がつくと おばあちゃんいるんだよね。そうそうそう、別にさ、いつでもあんだよね。そうそう、あ、お茶別に飲まないよって言ったよ、うん、そういう子にこれねなんで無理やりお茶飲ませんのお茶好きな方がいいでしょ、カレー、うん、カテキンに言ってね、僕お茶いらないよっていう時にはもうお茶が入ってる、うん、カレー好きじゃん、うん、気がつかず入れると、うん、そうそう、持ってる持っとく薬みたいに健康成分をね、やっぱこう中心部のこう丸さがありますかね、日本のね。それはどういうこと？日本のなんか、もう真ん中じゃないですか。東京とかね、多分、うん、真ん中、その真ん中っていう感じの、こう、中辛っていう感じの、お茶って感じで。しますね。すげえ盛り合わせできた。地図から行ったね、もうね。やっぱだから住宅地の味なんだよな。だから。家族？そうそうそう。家庭的なカレー、程よいスパイス、うん、そして辛さが来る、ホクホクしたじゃがいも大きめと人参、ビーフ、うん、そして後味が。お茶で最後すっきりするという、うん、これまたね、一見あのパッと食った時は馴染みのあるカレーのようで、うん、後味がすごいオリジナリティがある。これは新しいですよ、このカレー。作ってない、あ、作ってないのか。作ってましたねあれ、火入れしたのを入れてますから。あ、はい、私、はい、いや、もう秘伝の調合でやってます。あ、そうだ、はい、従業員には教えておりません、この調合。さらに忙しくなる、はい、いくらですかこれね。狭山火入れをしたお茶を入れております、はいはい、わざわざ入れております、はいはい、ですからこれはもうだいぶね、この家庭的なカレーから、まあお茶ですからね、まあちょっとやっぱり国民の飲み物、うん、あんまり張るとね、まあ、マイルドにご家庭にお届けやすい値段にはなっております。あ、ありがとうございます。はい、
それでは評価額発表いたします。はい、55万円。家庭的なセットとなっております。どこの家庭だよ。55万で。いかがでしょうか。茶畑。茶畑。茶畑。もうついてる。茶畑ついてきます。マジかよ。じゃあちょっと考えるわ。畑ついてくるの。茶畑の経営権。ついてきますよ。あ、今回は妥当かもしれない。いや、安いかもしれない。これはとてつもなく。土地ももらえるんですね。あ、土地は違いますよ。経営権。土地は別です。はい、経営権ですね。あの、土地は地主に、あの地主の方にあのね、はい、なので次々あの150万ぐらい払っていただいて。はい、ああ、ちょっと、あと茶番取れたか次第です。そうですね。あとは、元取れるかどうかは、本当、皆さん、会計士さんと話し合って。なるほどね。真剣に話し合って。いやまあ、うまかったということですね。はい、思ってるより結構なんていうの開発っていうかギリギリのどのぐらいお茶入れようかっていうこのバランスを考えるのはかなり開発したはずですよこれ、うん、いやもうほんと邪魔しない絶妙なお互いのバランスを保っているこれは究極の配合ですね、うん、もうさすが、配合した私でございました大丈夫か、はい、いろいろあっち行ったりこっち行ったりしてるからびっくりしたり自分褒めたりしかも評価額って自分で作ってるのに評価額っていう改めて評価したのか本当に、はい、おいしゅうございました、はい、ありがとうございます。